はいおはようございます。おはようございます。い,ますいや、JJ くん。卵が高いね。はい、卵の上が値、ねねうんね、上がりしたのに、卵が値上がりしたのに、中うの親子丼は値段が下がったんですよ。なんでわからない。なんでみんな卵の、なんだろう、メニューの提供をやめるとか、レストランが行ってるときに、中うだけは卵が値上がりしてるのに親子丼下げてんだろうって思って、うん ついなんか別にそんなに食べに行きたくないのに、かうの親子丼食べに行っちゃいましたよ <laughs> <laughs> なんでだ、わかんないですね、でもね。まあねあの、物価とか時価とか、いろんなものが値段が変わってくるっていう中で、最近、不動産始めた人がね、結構物件買うのに苦労してたりするなっていうのがあるんですけど、うん、2020年の7月にうちに入りまして、はい、2020年の9月に物件を買い始めて、 2020年の9月だから、まだ3年経ってないんだよね。2年と 2>、うん、まあ10か月とか、そんぐらいしか経ってないんだけど、現状でキャッシュフローが71.7万円までいっている研究生の小峰太夫君っていうのがいるけど、はいうん、君のどういうふうに物件買ってったかっていうふうな話と、で家族の中でのお金の話っていうことについて、2回に分けてちょっと、あのー、 ケンビアご覧の皆様にねあの、提供するお話をちょっとしていきたいなと思ってるんですけれども、あの興味ないですか、多分、皆さん。いや、興味あると思いますよ、そんな短期間でね、そこまでのキャッシュフロー行ってる人なんて、なかなかいないでしょうから。うん、でそもそも、だゆくんが年収450万ぐらい、奥さんが550万ぐらい、うん、世帯年収でいうと1000万で、地方だったらパワーカップルなのかなと思うんですよ。 で大体、そういうふうな人たちってあの新築の一戸建てを買ったり車のローンを組んだりっていう風な形で,で子供の習い事にお金をかけたりって言って地方で裕福な生活をするっていうことに流れがちなんだけど、うん、太夫君はあの社,宅、ね、社宅に住みながらお金を貯めて1400万貯めた状態で不動産投資をスタートしてるんですよね。うん、同じぐらいいいいいの人いっぱいいると思います1400万貯めて 新築の頭金にして、それでもあの建築費がどんどん上がったりとか、内装こだわったりとか、車庫作ったりとか、車買ったりとかっていうことで、あのー、ローンの支払いだけをする生活になる人と、その1400万円の頭金をうまく使いながら、うん、あの不動産収入を、キャッシュフローを得て、人生を変えていく人とっていうのの大きな違いっていうのがそこにあるとは思うんですけど、うん、それをちょっとあの話をしていきたいと思いますので、うん、大工、肩だけ見えてます。ちょっとまだ会社辞め てないので顔出しができないような状態なので肩だけ見えてますが、僕一人で喋ってる頭おかしい人じゃないんでね。違う声がしてきたら、それは大くんの声なので、それを聞いていただきながらやっていきたいと思います。<laughs> 大分こんにちは。はい、こんにちは。よろしくお願いします。お願いします。<laughs> はい、じゃあ、あのー、大学は2020年の7月ですね。 確か僕のお芝居が1回目が中止になったときだよね、うん、これね。そうですね。うん、であの、最初に会ったときに、僕、家族の面談もしたりするんですけど、家族連れてこいって言って、奥さんと子供連れてきたんですよ。うん、で、お芝居出る直前だったので、僕、うどんっていうので、あの社,長社長の役や,やるところだったんですけどあの、僕ね、スキンヘッドだったんですよ。はいはいはい いきなりスキンヘッドの人に会いに来て話すっていう風なハードプレイから始まったんですけど大工 <laughs> あの時最初会った時どう思いました僕のことをいやもうやべえと思いました <laughs> 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 どうやばいと思ったいやそれこそ初めて東京出てきて嫁さんと子供も連れて、うん、じゃあどんな人なのかなって言ったらうん、うん、スキンヘッドの人がおこ,れこの車っつって言って, <laughs> 言ってあ この車乗ったらもう殺されるから。<laughs> <laughs> そうですよね。子供泣きませんでした。<laughs> え？子供泣きませんでした。<laughs> いや泣きませんでしたよ。あの、うん、乗ってからは実はすごい優しくてあの子供向けのアニメを中で見せてくれたりいろいろいい人。<laughs> はいめちゃくちゃ優しかったです <laughs>。まあでも言ってもねアイコンと一緒ですからねスキンヘッドなのはね <laughs> <laughs> あのあれのねブログのね。うん まあ最初はブログを読んできてたんだっけそうです。最初ブログを見読んで、あのー、ちょうどそれこそ塾長が詰将棋っていうのをブログで書かれてるときに、僕がちょうどそれを見て、あこんなのがあるんだって見て、うん、あこの人にもしよろしければ、あの話とかご相談したいなと思って、きっかけがそれになる。 ちょっとブログも更新はしてないんですけど、昔ちょっと書いてたとき、しかも質問もらってんだよね。僕の場合だったらどうすればいいですか、うん、みたいな感じで、うん、じゃあそれで一回シミュレーションしてみましょうって言って、うん、そのときはセドン君っていう名前でくれてるんだけど、うん、セドン君の場合みたいな感じで、こういうふうに買ったら、うん、まあ4年か5年ぐらいで引退できますよみたいな形でね、うん、でその時の目標キャッシュフローが35万だったかな。 40万か。四十万で、40万に4年で達成できるよっていうふうに言ってたんですけど、2年とちょっとで70万いっちゃいましたね。2年,2年と2か月ね。2年と2か月、スタートしてから2年と2か月で70万いったっていうことで、じゃあどういうふうに物件を買っていったのかっていうところから、まずちょっと話をしていきたいと思うんですけども、はい、まず一番最初にね、えっ、ー、と、2020年の9月に買ってんだよね、物件ね。 これはどんなやつ買いましたっこれは千葉県松戸市にある戸建てを買いました。状態良さそうな戸建てだったんでね。で、いくらでいくらだったんでこれが。物件価格が580万で、利回りが11.4%。11%台ね。家賃が5万円で、現金で買ってるんで返済はなし、そのままキャッシュフローが。 5万5千円って感じですねここで頭金っていうか、うん、あのお金が現金が1400万貯めてたけど、580万減ってんだよね。でも1000万切るような状態になってんだよね。これはね、あの僕の詰将棋的には当たり前の話なので、うんうん、最初に頭金貯めて、それで戸建て買って、その後行きますよ。で、大友君の場合は、戸、ま、建、ああうん、て買った後も現金が若干1000万近くは残ってたっていうふうな状態なので、次には行きやすいよね。 これが2020年の9月に買ってるんだけど、まあ、あのお金残ってるからすぐに動き始めてね、うんはい、次にど何買ったっけ、えっと、その後に、うんえっとた。そうね、うちから歩いても行けるぐらいのところなんだけども、<laughs> 2020年の12月3ヶ月後に練馬のアパート買いました。 でこれが、えーと、いくらで利回りどんぐらいだったんでしたっけえっと、物件価格が3500万円で、うん、利回りは11%になります。うん、11.5 11. だな、11.5。11.5だね。はい。で、それこそ1手目の戸建てを教端に入れて、頭金を、まあ、プラス500万円。 で、三千万円借り入れという形で購入になりました。これ、あれだよね。あのトラストの最初で初手で三点九パーセントに、さらに男子に入れて、四点三パーセントで借りてるんだよね、うん。そうなんです。で、これ四点三パーセントで借りてるから。収入は三十三万あるんだけど、返済が十五万近くあるんですよ。十四点八万ぐらい。うん、で、単体のキャッシュフローは二十万切っちゃってるんだよね。やっぱり三点九パーだからね。うん、はい。 18.6万、ただ合計すると24.1万になってるんです、うんうん、あの戸建てとね、であのー、そのような状態になってて、返済比率は、えー、と単体だと44.3%なんだけど、この練馬アパートだけだとね、ただ、あの戸建てを買ってるから38%台になるんですよ、うんうん、収入から見た時のね返済、その車,車線の下が合計ってことですね。そそそううう ーーので結局、トータルの返済比率だったりとかトータルのキャッシュフロートータルの収入っていうのが大事になってくるので、あのー、動画見てる人はね分かると思うんですけれども僕、物件価格とか利回りとかここに書いてないんですよ。 はい、今、太夫、うん、君の状態がどうなってるかっていうのをちょっと確認したくてやってるんですけど、うん、で、太夫君なんですけど、これ2つ買った後に、現金が一旦枯渇じゃないけど、ほとんどなくなっちゃうんだよね、トラストが2021年、めっちゃ閉まってたんですよ、うん、コロナの時きに、うんで。なんか全然買えなくて、僕らも。うんうん、な,なんなら、この1年間、ほぼほぼ物件買えないような状態になってたんだよね。 次に行ったのが、えーと、いつにどこ行ったんだっけえっと、それで2022年のいきなり 2,、うん、2>, 2年、うん、2> まあでも12月から次の1月だから1年13か月だ、うん。そうですね。13か月空いて、はい、はい、2022年の1月に、諸山の、うん、えっとアパートを買いました。これがいくらで、利回りどのくらいだったの物件価格が3370の、利回りが11.1%になります。はい でこの物件から収入が31万入ってくるんだけど、うん、これは、えー、とオリックスかなそうですオリックスになりますオリックスで、えー、と金利3%の22年で借りてるんですよね。うんはい、金利3%の、えー、と22年で借りてるから、こちらが収入31.2万に対して、返済が14.1万なんですよ。うん でトータルキャッシュフロー、トータルじゃない、もらやまだけであのキャッシュフローが17万出てるんですけど、うん、それぞれトータルでいうと、収入が70.1万円になって、で返済が28.9万円になって、キャッシュフローが40万という、うん、なんならこの3手で、一番最初にあのブログに書いた時の目標は達成しちゃってるんだよね、40万、俺あの、4年か5年かかるよって言ってたのが、1年と、1年と3か月か。 4か月、1年と4か月、17か月でここまでいっちゃってる、これも頭金650万入れてるんですけど、1年間でもたまっちゃってるんだよね、お金がね。もともとね、キャッシュフローが出てるっていうのと、パワーカップルで貯めてて、しかも社宅住んでて、住宅費もほとんどかからないっていうような状況になってるので、この状態に持ってったっていうところで、だいぶね、だいぶ楽になってます、ただ、あの戸建てを挟まないで、なんていうんだろう。 えーとローンばっかりで買っちゃったので、返済比率は若干上がって、うん、トータル44.3まで落ちて、えー、トータル、えー、38.0だったのが41.2%まで上がっちゃってるんだよね、うんはい、単体の返済比率が45%になってるから、うんで、これもオリックスだからさ、年数が22年だったりするからさ、であのー、これの後にまたすぐに、 2022年の1月にこれ買って、次が何ヶ月後でしたっけ、うん、えっと、2ヶ月後ですね。2ヶ月後、2022年の3月に物件買ってんですよ。はい。で、これがはい。えっと、与野本町のアパート。埼玉の与野ですね。埼玉の与野でいくらで何パーセントだったっけ、はい、えっと、3500万円で、利、うん、回りが11.5%。11.6だ。<か>11.6だ。11.6%ですね。うん、うん で物件価格3500円で、頭金をね、これ、1050万、3割入れて、借り、うん、入れが2450万って形になってます、うん、これ、最初に1400万しかなかったのにあの、お金おかしくねって話はちょっと後で話をさせていただくんですけど、<laughs> はいまあ、頭金をめちゃくちゃ入れたんですよ、これは。た、うん、だ、その頭金をめちゃくちゃ入れたことによって、この物件は、あの物件自体から33.8万円の収入があるんですね。うんうん ただ返済10万ですんで、10.2万円ですん,で,うん、うん、で、この物件1個でキャッシュフローが23.6万円出てるんですよ。うん、すごいですよね。うん、であの、物件単体の返済比率が30.2%だから、戸、まあ、建て買って頭金に入れてるのと一緒だよね、ほぼね。うん、うでこれであの最初にかあの買った練馬のアパートで、トラストで3000万借りれてるんだけど、 この2020年の12月に買ったアパートで、うん、でこの世野の,のアパートでトラストで2450万円借りれてるので、2.9%まで金利が下がってるんですよ。うん、で、30年あの借りれてるっていう,う状態になってるので,で、トータルの返済比率もめちゃくちゃ下がってる、これが、この物件自体の返済比率が30.2%だから、うん、それまでトータルで41.2%だった返済比率が、うん、トータルでも37.6%まで下がってる。 うん、これ、ほぼ3分の1なんですよね、うん、これ完全に3分の1にしちゃおうぜっていうことで買ったのが、次が、うんえっと、2022年の11月に、板橋で戸建てを買いました、うんはい、はいはいはい、共同担保にできそうなね、トラストの共同担保にはできそうな戸建てを買って、うん、でそれが、えっと、いくらで何パーセントでしたっけ。物件価格が6 690万円で、利回りが12%。ね、おー初めて12%超えたね、それまで全部11%台だからね、11%コレクターって言われてましたセントコレクターでました。<laughs> <laughs> うん、でそれで、その物件を買ったことによって、あの収入が6.9万円増えて、合計の収入が110万円超えたんですよね。はい、で、うん、えーと 返済自体は変わらないから39.1万円のまんまだからキャッシュフローが71.7万円までいって返済比率が35.3%になりましたっていうのが今までの状態だね。うん、おっしゃるとおりです。これが、えー、とここまで、えー、2020年の9月から2022年の11月までなので 2>, <laughs> 2年と2か月 2>,、はい、2年と2か月で <laughs>、うん、70万円までいったよっていうふうなねうん、うん、とんでもないねあのスピードで。 駆け抜けてきたんですけど、うん、どうですか？いや、うん、ちょっとスピード早すぎてあんま実感ないです。<laughs> <laughs> で最初の頃はね、あの本当に何だろう自分でちょっと商売やってみたりしたいから、うん、あの四十万ぐらい入ってきて、うん、あの自分の分の収入が担保できたら小さなあのスモールビジネスを始めたいですみたいな話してましたね。うんうん、そうですね。スモールビジネスまだやりたいですか？いや。 不動産でね、あの、太く君の場合は、夫婦で共通で貯めたお金が1400万円あって、そこからスタートしてるってことになってるんですけども、2点、はい、終わったぐらいかな、俺が話したんだよね、うん、これから僕はあの休憩ですみたいな話したんだな、ね、戻り場ですみたいな、もう僕はもう自分の分は買ったので、うん、もう大丈夫ですその時のキャッシュフローが。 いくらだったのかな合計で20万ちょいだったんでね、そうです 2>, 2手目まで終わった段階で、うん、で、あのー、池袋の牛タン屋でね話したら、話してね、号泣させちゃったんですけど、<laughs> 大悠君はね、<laughs> 君は何を言ってるんだっていう風なうな、うん、僕が言ったのは、ね、ひどい話なんです、ここから先はちょっとあの、嫌だなって思う人は消してくださいねで、決してバットはつけないでください、<laughs> あのそれであの大悠君の人生はよくは変わってるので。うん で大工君の奥さんって大工君より年上なんですよ、はいで。独身時代が長かったんですよ。うんうん、で夫婦のお金っていうのはいつから貯め始めたのって言ったら結婚してからだって言うんですよ。うん、結婚する前は奥さんは何,して何,何されてた、何されてる方なんですかって話なんですよ。うん、大夫君より年収が100万円高くて年上で、しかもご実家から通われてたみたいなんです、うんうん、会社に。 でアイドルのファンだったり、ホストクラブにはまってたりとか、<laughs> うん、結婚詐欺にあったりとかされてた方なんですかって言ったら、うん、そんなこと一切してないと思いますっていうふうな話なのよ。じゃあ、奥さん溜め込んでますよって話をしたんですよ、僕は。うん、奥さん溜めてないわけないですよ。そしたら、大悠君、なんて言ったんだっけ何ですかお。奥さん溜め込んでるよって言ったときに、大悠君はどんな反応でしたっけいや、うちの妻に限って、そんなことはないと思います。<laughs> <laughs> 貯めてるはずないと。<laughs> ああ夫婦にあの、旦那に内緒の金なんて持ってるわけないと。<laughs> そうです。<laughs> で、それをあの、まず信用の貯蓄ができないといけないんですけど、うん、言ってもあの、不動産いきなり始めたいで、始めたいでお金出してくれだったらみんな出さないのよ。うん、FX やりたいからやってくれとか。うんうん、ただ、ここまで戸建てを買って、アパートを買ってお金が増える通帳を見して、うん こういうふうに買えばお金が増えるんだってことを奥さんに話してみたらってことを話してみてね、はい、見せて、うん、そしたらあの、どうなったたんでしたっけいや、塾長、うん、埋蔵金が1000万円出てきました。<laughs> <laughs> 奥さんからね、<laughs> 埋蔵金が1000万で、夫婦のお金が、うん、実は夫婦のお金っていうか、<laughs> 夫婦のお金が1400万円あって、奥さんのお金が1000万あって、うんうん、あの、大友君は2400万円世帯、ちょ、があったんで、実は。うんはい、すごいっすね。 うん、妻のおかげです、うん、本当にそ<う> <laughs> でその1,000万をあの使えばまたさらに行けるよって言ってもう一回2手進められるのと一緒じゃないですか、うん、結局は。はいうん、今まで1400万円で戸建て買ってアパート買ってって2手行けましたよね。うん、でその,あのもう一回1,000万円を使って次もう一回アパートアパートって2手行けたので普通の人の,、うん、あのなんて言うんだろう1手目2手目を要するに1回お金が出てきたこと1400万円の一手にて1手2手と1,000万円の1手2手みたいな感じで4手、うん、進むことができ、うんうん たんですよ逆に2400万貯めてるご家庭ってのもあると思うんですよ。うん、多分、うん、住宅の頭金とかにしちゃうと思うし車を現金で買ったりするのに使っちゃったりすると思いますけど、うん、お金は一切増えないですよね、それだとね。うんうん、で、太夫君の,あのご家庭は世帯はそれで今あのキャッシュフローが月70万円出てます。はい、で年間でで、うん、キャッシュフローだけ840万夫婦の あのお金から貯蓄をするのを合わせると、うんはい、奥さん1000万何年かけて貯めたんでしたっけうちの妻が15年かけて貯15年かけて貯めた1000万が <laughs>、はい、今どのぐらいで貯められるんでしたっけももうねね僕奥さんんに、ね、聞いてもらったんですよあの時、はい 1000万出したことを後悔してませんかっていうふうなことを聞いてもらうのと、その15年かけて1000万貯めたときに、トータルでついた利息はいくらぐらいだったんですか、うん、っていうのを聞いてもらったのよ。うん、で、トータルでついいたたた利息いくらだっっんでしたっけで結局、全部計算して、15年間で3万5000円、うん3万 5, 15年間。まあ、最初のうちは1000万じゃないからね。うんあの、最初はそうやって積み立てとかいうふうな形で始めって、3万5千15年ですからね。はい。月に一遍 ATM で105円のあれ、手数料取られてたら、もう、そうそう、もうほぼほぼなくなるようなね、感じの、あの、お金ですね。で、それで、奥さん自体にその1000万出したこと後悔してないかっていうことと、どういうふうに思うかを聞いてもらったんです、ちゃんと。はい。 僕がね悪い人じゃないっていうことをね、知りたく奥さんからお金を引き出した、独身時代に貯めたお金を引き出すような悪徳塾長じゃないってことを知ってもらうために、ちょっとね、大学に聞いてもらったの、奥さん、なんて言ってたんでしたっけはい。で、今、自分名義の物件持っててどう思うって聞いたら、いや、今は全くそう思わない。1000万出したことも後悔してないってことですだから、それこそ銀行にお金を預けてても増えないし。増えないね。だったら物件を買っていった方が、 お金もどんどん貯まるし、資産も残るし、銀行に預けておくより全然いい。わらわらついてるわらわら。そう私が15年かけて1000万貯めたのに今は1年ちょっと1000万貯まる。私の15年は何だったんだろう。まあね。で、あの夫婦で、であのこれがね、ちょっとねびっくりするあのあれがありまして、一番最初に。 で、松戸これ、現金で買ってるんですけど、現金で買ってるんで、はい、頭金がね、頭金っていうか、現金でこれ、580万出てるんですよ、うん、580万、はいで。次にあの、トラストで借りて、4.3%で借りたんだけど、これも頭金500出てる、500、うん、2>, 2手目で。で、3手目で、オリックスでこれ、奥さん名義で買ったんだよね、そうです。奥さん名義で買ったんだけど、これが650万出てるんですよ。うんうんうん でさらにさっき、の世野の,のアパート買ったとき、頭金1000万以上入れたって言ったじゃないですか。はいで頭金1050万入れてるんですよ。うん、で、その次、現金で戸建て買ってるんで、現金で690万か,かかってるんですよ。プラス、これに消費を払ってますからね。ううん、うんで消費を抜いた状態で、現金で、じゃあ、いくら使ってるのって言ったら、3470万入れてるんです、うん、うん 夫婦のお金って2400万しかなかったんですよ。そうですね2年何ヶ月かの間に家賃収入と給料からの貯蓄でプラス1000万円以上貯まってて、うん、でそれも入れてるんですよ。結果あの奥さんが言ってたみたいに本当に年間で1000万貯まるようになっちゃってるんだよね。その分を入れてあの将来に向けての,あの家賃収入に変えていくっていう。うん あの不不労労収入をを得得得るるるよよようううな形っううな形形形所ていに変えてるんですよね、うん、これが一番大事なことであの、これをすることによって人生があの選択肢があるよ。うん、新築の住宅を買うのもいいでしょう。車を買うのもいいでしょう。旅行に行くのもいいでしょう。でもそれはお金を消費する行為ですよ。消費して、浪費してっていうふうな形で考えていったときに、じゃあ将来に何が残るんですか。思い出が残りますよ。家が残りますよ。車が残りますよって言いますが、うん、じゃあ、 あの、このお金を得た人たちが何を考えるかっていうのを次回ちょっと話していきたいと思うんですよね。うん。お金を得たらどういうふうに考え方が変わるのか。これが一番大事なところなので、うん、次回につなげていきたいと思います。それでは、はい、今回は、コウムダユくんが研究生となって、2020年の7月になって9月に初めて物件を買って、2年と3ヶ月で、えー、キャッシュフローが、うん、あの、家賃収入が110万円、月々ね。 で、あのー、返済が39万で、キャッシュフローが71万円になりましたよっていうお話と、奥さんが貯めてたお金が出てきましたけど、はい、奥さんは後悔してません。後悔してません。大事なことなので2回言いました。<laughs> 奥さんが独身時代に貯めたお金を出したけど、後悔してませんよっていうようなお話をさせていただきました。うん、次回お金を持ったあの人たちがどういうことを考えるかっていうふうなお話し,していきたいと思います。よろしくお願いいたします。以上です。はい、はい。では塾所、塾長小泉大学、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。